日本関東地方茨城県森谷市、大柏は森谷中央図書館上層ふれあい道路。大柏は茨城県森谷市にある地名。旧北相マグンダイ村。郵便番号は302-0116。森谷市の中央部に位置し、森谷市役所、森谷中央図書館がある。また、地域の中央を、常磐自動車道、東部を、上層ふれあい道路が通る。 地域内を東西に結ぶ通りは、世界境工事に失業救済の一環で建設されたもので、1931年の初めから、同年4月27日まで工事が行われた。そのことより、かつては失業救済道路と呼ばれた。また、その頃より、現在の天神交差点の西、給食センター付近の坂を天神坂と呼んでいる。東は松が丘。 百合ヶ丘、鈴塚、西は、乃木崎、南は、利根川を挟んで、柏市大青田、北は、龍拓と接している。最高寺の3号大柏山に由来するものと言われている。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森屋駅を結ぶ路線バス、森屋市。 コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。路線バス地域内には、森谷市役所の停留所がある。かつては、以下の路線バスの停留所が存在した。モコバス地域内には、中坪前壺、大柏橋、給食センター前、図書館前、森谷市役所の6つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。